皆さんこんにちは。今回は元日本代表城彰二さんについてです。現役時代の若い頃に水かけ被害がありましたが、現在はサッカー解説者として活躍しています。城彰二さんの経歴、家族についてや嫁、子供について調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。まずはプロフィールと経歴を見ていきましょう。ジョーさんは J リーグの J1 では230試合中95得点、J2 では151試合中44得点、日本代表では36試合中7得点を挙げた。日本サッカー史上でもエースストライカーの名にふさわしい活躍をした選手でした。現在はサッカー番組、情報番組などで解説者やコメンテーターをしているほか、S 級コーチライセンスを持っており、指導者としても活躍しています。本名城彰二、愛称城、生年月日1975年6月17日、出身地北海道室蘭市、身長179センチメートル、体重72キログラム。続いて経歴についてです。出身小学校は分かりませんでしたが、中学校は姶良市立加治木中学校に通っており、中学校時代に両親の出身地である鹿児島県に引っ越しました。サッカー名門校である鹿児島実業高等学校に進学した城さんは、松澤隆監督の指導のもと才能を伸ばし、2年先輩の前園真樹さん、藤山隆二さん、遠藤拓也さん、同級生に遠藤昭弘さん、横山宏俊さん、2年後輩に平瀬智幸さんがいました。ジョーさんは高校サッカー選手権大会に出場してベスト4になっていますが、それ以上の成績は残せませんでした。しかし当時から高い注目を集めていたジョーさんは、U16日本代表に選抜されてアジアジュニアユース選手権に出場したほか、高校卒業後には U19日本代表としてアジアユース選手権に出場しています。高校卒業後、 J リーグ発足翌年にジェフユナイテッド市原に入団し、プロデビュー戦から4試合連続で得点を挙げるなど、ルーキーらしからぬ活躍を見せました。ジェフユナイテッド市原では入団後すぐにチームの主力として活躍しますが、日本代表入りや海外挑戦に向けてスキルアップを図るために強豪クラブチームである横浜マリノスに移籍しました。その後目標通り日本代表入りを果たします。そして横浜マリノスでは高校時代の同級生だった遠藤昭弘さんとチームメートになり、エースストライカーとして活躍しました。横浜マリノス入団直後にアトランタオリンピックに向けた西野晃さんが監督を務める日本代表チームに招集され、当時のエースストライカーだった小倉隆さんが最終予選目前に負傷して戦線離脱したためトップを務め、日本サッカー史上28年ぶりとなる本大会出場を果たしました。1996年のアトランタオリンピック本大会ではグループリーグ敗退をしたものの、サッカー王国ブラジル相手にジョーさんからのアシストで伊藤照義さんがゴールを挙げて勝利し、マイアミの奇跡として語り継がれるようになりました。1997年の FIFA ワールドカップフランス大会にも出場し、格上であるイラン相手に1点ビハインドを許しながらも同点ゴールを決め、アジア最終予選で本大会出場に大きく貢献し、ジョホールバルの歓喜と呼ばれました。またジョーさんは1998年に開催されたフランス大会本戦では得点を挙げることができず、3戦全敗という屈辱を味わいました。アルゼンチン戦でシュートを外しながら笑っていたことが解説者のラモス・ルイさんに厳しく批判され、それが3戦全敗の戦犯として全国のサポーターからも批判を浴びるようになりました。ワールドカップフランス大会で3戦全敗という最悪の結果を残して帰国した日本代表チームは、暗いムードで空港に登場した途端、ジョーさんは戦犯扱いをされ、サポーターから水をかけられました。うつむき加減で記者団やサポーターに囲まれている空港構内を歩いていると、線のないペットボトルを投げつけられ、撒き散らされた水がジョーさんのスーツにかかりました。ジョーさんは、水をかけられた時はなんだよって思ったよ、多分
普通の精神状態ならふざけんなって怒っていたと思う。もしかしたら殴り合いになっていたかもしれない。でもそういう精神状態じゃなかったと語っています。その後も脅迫電話など嫌がらせが相次いだことで精神的に追い込まれ、一時は現役引退も考えたそうです。しかしそんな精神的に最悪な状況の時にキングカズこと三浦知良さんに電話で相談すると、以下のような言葉をかけてもらったそうです。お前そんなのに負けていたらエースなんか務まんねえぞ。空港で水をかけられたらしいけど、水でよかったよ。俺なんか卵をぶつけられたし、いろんなものを投げられた。それは期待の裏返しだ。気にすんな。この言葉をもらい気持ちを切り替えることができたようで、立ち直ったジョーさんは汚名返上するかのように J リーグで得点を量産して世界的評価を上げ、念願だったスペインリーグであるリーガエスパニョーラへの挑戦が実現することになりました。完全に立ち直ったジョーさんはスペインのリーガエスパニョーラ一部所属の名門クラブレアル・バリャドリードにシーズン途中からレンタル移籍しました。ジョーさんはチーム加入後すぐにほとんどレギュラーメンバーとして活躍しましたが、ポストプレーでの得点力が高く評価されたものの、総合的な能力は評価されなかったため、横浜 F ・マリノス時代に2億円の都市棒をもらっていたところ、同チームでは3,500万円にとどまりました。高校時代から膝の前十字靭帯を切ったままとなっており、同チームが完全移籍やレンタル期間延長に難色を示し、帰国して横浜 F ・マリノスに復帰しました。しかし復帰してからも度重なる怪我や体調不良などがたたり、得点数が激減してしまいます。不調に反して横浜 F ・マリノスは絶好調であり、スペインにいた頃2000年の J1 ファーストステージで5年ぶりの優勝を果たしたばかりでした。しかしジョーさんが復帰直後から失速して、同年12月の J リーグチャンピオンシップでは得点を挙げられず敗退。リーグ終盤には J2 降格の危機に直面したため、再び戦犯としてサポーターから批判を浴び、ヴィッセル神戸への移籍を余儀なくされてしまいました。2002年にヴィッセル神戸にレンタル移籍したものの、シーズン通して1ゴールのみと結果は厳しいもので、年末に同チームから翌シーズンの契約延長を見送られ、横浜 F ・マリノスからも戦力外通告を受けたため、同シーズンをもて J1 を引退することになりました。そしてジョーさんは2003年に三浦知良さんの所属する J2 横浜 FC に移籍し、同チームで主力メンバーとして活躍しながら、サッカー現役を引退した後のためにスポーツ番組やバラエティ番組などに出演するようになりました。同チームではチームリーダーとしてチームを率いて活躍し、次第にサポーターは三浦さんのキングカズにあやかってキングジョーと呼ばれるようになりました。ジョーさんは2006年三浦さんとのツートップとして同チームをクラブ初となる J1 への昇格を果たし、同年11月23日に三沢公園球技場で行われた徳島ヴォルティスとの試合を最後に現役引退しました。続いて家族についてです。城庄司さんは父親に厳しく育てられたといいます。実家は旅館を経営し、父親は建築会社も経営していましたが、非常に厳しい父親だったようです。弟がおり4人家族でしたが、建築会社社長の父親は九州男児で、幼い頃から一人の男として接され、間違ったことをすると鉄拳制裁を受けていたようです。そのため城庄司さんは子供時代から自立心が強く、よく考えて行動する性格だったようで、そのことがサッカー人生に大いに役立っているようです。そんな城庄司さんは2001年に当時日本エアシステムのキャビンアテンダントだった亀井郁代さんと知り合い、3ヶ月後に結婚します。出会ったきっかけは知人の紹介だったようですが、亀井さんに一目惚れした城さんは同郷であったことからも意気投合して交際がスタートしました。そして同年9月に亀井さんにプロポーズし、11月に入籍、2002年1月に結婚式を挙げました。また2004年に長女である夢加納さんが誕生します。その後
兄弟が生まれたかどうかは不明でしたが、2016年に長男と長女が有名私立小学校に入学したという記事が掲載されました。しかし長女はすでにこの時には小学6年か中学1年のどちらかになっているはずです。ジョウさんには子供が3人おり、下の娘と息子は双子ということが判明しました。そして長女は2022年現在女優として活躍されています。2022年1月にはフジテレビ系ワイドナショーに10代のコメンテーターワイドナティーンとして出演し、娘ということで話題となりました。今後はドラマなど映像作品にも出演していきたいと抱負を語っていました。いかがだったでしょうか。今回はジョー庄司さんについて詳しく見ていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。